はい、毎度おなじみ天の声せ、今回は東京都調布市にあります超有名なデカ盛りの聖地若松屋さんでメガ盛りそばアスリートバージョン会に挑戦した時のやつ。いや、文字通りのチョモランマそば、まあ、この時点ですでになかなかの圧があるんですが、まあぶっちゃけね、まあこれだけなら全然いけるわって思ってたんですよ。まあしかしね、さすが老舗のデカ盛り店若松屋さん、このメガ盛りそばだけでは飽き足らず、とんでもないギミックをこのデカ盛りに仕込んでおりました。まるでね、原作のように余裕をぶっ込む私ヤムチャの身に一体何が起こったのか、早速本編の方へと参りましょう。どうぞ。いきます。5、4、3、2、1、スタート。頑張ってください。いってらっしゃい。頑張ってください。ありがとうございます。はい、ってことでメガ盛りそばアスリートバージョン回食べていきたいと思います。いや、文字通りのメガ盛りそばなかなかの量ですね。あ、まだこれがね、うどんとか中華麺だったらやりやすいんですが、実はね、そばはね、麺類の中でも特にきついとされている食材。まあ、理由はね、なんといってもその飲み込みにくさですね。そば粉が麺に入っている影響でもっちりとしておりまして、まあ、これがね、うまさにもつながっているんですが、大食いとなると話は別。まあ、咀嚼すると粘り気が出るため飲み込みづらく、また飲み込んだ後も喉に張り付くためなかなか胃に届いてくれません。まあ、しかもね、他の麺類に比べて食物繊維も多いんで、まあ、胃の中でもね、膨らんで幅を利かせていきます。まあ、これらの理由によりね、まあ、お蕎麦はね、一般的に麺類の中ではきついとされてるんですね。あ、そんなね、大食い的には強敵のお蕎麦茶祖なんですが、まあ、味はね、もうめちゃくちゃうまいです。まあ、デカ盛りの聖地としての顔が目立ちがちな若松屋さんなんですけど、まあ、実はね、まあ、創業は戦前だという、まあもう超ね、老舗のガチ蕎麦屋さんなんですね。ほら、もう店の見た目とかね、いい意味で年季の入った雰囲気出てるんですよ。あ、まさかね、こんなお店からね、意味不明ビジュアルのそば出てくるとは誰も思わないですよね。あ、さあ話戻りまして、非常にね、長年やってきてはるお店というだけあって、味は本物。まあ、平打ち気味のそばは香り高くコシもあり、噛むほどに旨味が広がる。それでいて喉越しもある、まさに理想のおそばとなっております。まあ、僕もね、あの若松屋さんのおそば数年ぶりに食べましたが、まあ、ここ数年の経験も踏まえた上でね、改めてこのお店のね、そばのうまさをね、もう再認識してテンション上がってましたね。あ、またね、つけ汁もね、これ地味にね、スタンダードなカツオと昆布の和風だしが麺のうまさを引き立てるそばつゆをはじめ、まあ、鴨のうまみがたっぷりと染み込んだ鴨南蛮、和風だしを使った深みのあるカレー南蛮、そばが飲み物とかすとろろ、さっぱり酸味で味変ができる梅おろしと、まあ、合計で5種類もね、ついてきておりまして、まあ、これをね、ヘビロテすることで、もう一生ね、飽きずに食べ進めることができました。あ、さあ、そんなね、もう至れり尽くせりの環境で、まあ、激うまそばを現在食べ進めておりますが、まあ、なんかね、この山盛りおそば、まあ、非常にね、高密度なせいか、まあ、食って減らしてもね、ほぐすたびにまた量が増えるんですよね。あ、麺類大食いあるある、中盤麺の量逆に増えがち現象が起こっています。本当ね、あの、僕とかはね、もう今までこの現象ね、親の顔より見てますから慣れてますけど、まあ、初心者とかね、まあ、ちょうどね、お腹いっぱいになり始めた時に、まあ、これ見てね、もう心ポッキリと折られちゃうこと多いんですよね。そういやね、初心者といえば、もう若松屋さんにはね、初心者からプロクラスの上級者まで幅広いチャレンジメニューが用意されています。まあ、デカ盛りの聖地たるゆえんですね。その名もメガ盛りシリーズ第4弾。まあ、第4弾ってことでね、お察しの通り何回かね、今までリニューアルされてきておりまして、まあ、その度にどんどんとパワーアップしております。まあ、ドラゴンボールのフリーザーみたいですね。さあ、このメガ盛りシリーズ順に紹介していきたいと思います。まずはこちら、メガそばチョモランマ。メガ盛りシリーズ第4弾は全部で14種類あるんで、このメニューの序列は第14位ということになります。まあ、その名の通りね、そびえ立つ山盛りざるそばの登頂に挑戦する内容となっておりまして、総重量は 1.9kg、ね、まあ、番付にはね、序の口と書かれています。まあ、確かにね、あのチャレンジメニューとしては初心者向けではあるんですが、まあ、一般人
からしたらもう序の口どころかねエベレスト級ですよね。あまあ実際ねそのそそるビジュアルも相まって、まあ、このメニューに挑む方も結構いらっしゃるそうなんですが、遭難する人が後を絶たないそうです。まあ、制限時間は25分でお値段は1800円。まあ、若松屋さんのチャレンジメニューは、まあ、制限時間以内食べきっても無料にはならないんですけど、まあ、1000円分のお食事券がもらえます。まあ、失敗した場合はねこの表記価格プラス500円、まあ、つまりねこのお蕎麦の場合は2300円のお支払いです。まあ、これ聞いて分かるようにね基本的にね表記価格がお安めなんで、まあ、失敗でねプラス500円になっても、まあ、グラムあたりの単価で考えると普通に頼むよりねむしろ安い場合が多いんですね。あなんで、まあ、成功した時のリターンは無料になる時ほど大きくはないんですけどリスクも小さいと言えます。またね実はねこのメガモリシリーズ、まあ、シェアも可能でしてその場合はプラス500円で済みます。まあ、つまりね失敗した時と同じなんで、まあ、人数次第ではあるんですけど、まあ、シェアで割り勘したら1人当たりの料金が、まあ、普通に頼む場合よりも安くなるなんてことも結構起こります。なんで、まあ、基本的にはねあのソロ専用であるデカ盛り系メニューとしては珍しく、まあ、手頃な価格でマルチプレイ可能なのは特にね一般の方にとってはね非常に魅力的なんじゃないかと思います。まあ、やっぱねでっかい食べ物ってだけでテンション上がりますし、まあ、食べ物はねもうでかければでかいほどうまいですからね。あそしてね序列第13位はメガ冷やしたぬきそば子さん。先ほどのそばチョモランパイセンが卵のカツラとエビフライスカートでおめかしをしそば子さんと化した姿になります。まあ、単純にねおめかしした分の具材がプラスされてるんで、まあ、ほぼほぼね上位互換的な内容となっておりまして総重量は 2700g、まあ、それに対してね制限時間は25分で据え置きなんで、まあ、確実にね難易度は上がってますね。あまあ、ちなみにねお値段は2100円と、まあ、こんだけね装備品足されてるのに値段は300円しか変わってないんで、まあ、結構コスパは良くなったりしてます。まあ、そしてね序列第12位はメガ冷やし中華さん。まあ、これはね夏季限定のチャレンジメニューでして、まあ、ざっくり言うとねメガたぬきそば子さんが、まあ、そのままね冷やし中華仕様になったみたいな内容になってます。総重量もね 2500g と、まあ、わずかに少ないもののほぼ同じで制限時間も25分と共通です。まあ、どっちが難しいかはね人によりますね。あ麺だけ見るとねもうそば子さんの方が、まあ、きついんですけど、まあ、冷やし中華もね締めた麺なんで詰まりやすい方ではありますし、まあ、タレの酸味がね結構ね大食い的にはきつかったりします。まあ、一応ね冷やし中華の方が序列はね上なんですけど、まあ、個人差レベルでねこれらはね入れ替わると思いますね。あさあそしてね序列第11位から序列第6位まではメガ丼軍団が続きます。具体的には序列第11位メガカツ丼マン、序列第10位メガスタミナ焼肉丼さん、序列第9位メガ天丼小エビさん、序列第8位メガ天丼マン、序列第7位天丼焼肉ダブル丼、そして序列第6位カツ丼焼肉ダブル丼ですね。まあ、重量はね細かくは画像の表を見てもらえればと思いますが、まあ、大体ね3300から 3600g ぐらい、まあ、そしてね制限時間は35分と共通になっています。まあ、そもそものね重量が増えている上に、まあ、一般的にね麺よりも丼物の方が難易度は高く、まあ、具材もね親子丼みたいな水分多い系ならまだいいんですけど、まあ、全体的にねこれがっつりとしていてね潤い不足だということで、まあ、このね序列第12位までと、まあ、序列第11位以降ではねかなりね大きい壁があるように感じます。鬼滅の刃で例えると上限と下限ぐらいの差がありますね。あ逆にね序列第11位からは、まあ、序列6位ぐらいまで、まあ、具材こそ変わるものの、まあ、重量は2回やってますし、まあ、そこまで、ね、難易度に差がないように感じますね。あ強いて申し上げるなら、まあ、序列第11位のカツ丼マン、まあ、これはね卵とじの部分がある分ねこの中ではね結構楽に感じるかもしれません。まあ、序列6位のねあのメガカツ丼焼肉ダブル丼も、まあ、この中ではね一応ね最上位の序列となっているんですけど、まあ、半分が卵とじなんで、まあ、下手したらね序列10位のねこのメガスタミナ焼肉丼さんよりも、まあ、簡単なんちゃうかなって思います。まあ、ちなみにねお値段は2300円から2700円と、まあ、量を考えると全体的にめちゃくちゃお安い価格設定、まあ、キング牛丼の食える猛者、まあ、3人ぐらい集めてねマルチプレイの討伐狙ってみてもいいかもしれませんね。あそしてねお次の序列第5位は
メガカツ丼、天丼、焼肉のトリプル丼、まあ、ここまでの丼物の集大成ですね。あ、カツ丼、天丼、焼肉丼、まあ、茶色かける茶色かける茶色の悪魔合体です。まあ、総重量は単体やダブルから 500g ほど増えて 4kg、まあ、制限時間40分と、まあ、丼軍団の35分と比較して5分増えています。たった 500g の差やったら丼軍団クリアしてたらこのトリプル丼もいけるんちゃうんって思ってしまいそうになりますが、まあ、ギリギリクリアした民からするとね、この 500g がねもうきついんですよね。あ、てか冷静に考えて 500g って、まあ、牛丼大盛りぐらいの量あるんで、まあ、我々のね感覚が麻痺してるだけで別に少なくはないです。まあ、内容はねかなり厳しいんで、まあ、これがねクリアできるならね、まあ、ラーメンとかならね 5kg ぐらいいけるぐらいのね実力がありそうな気がしますね。あ、ちなみにねお値段はこの内容で3000円と、これまたかなり安めの価格設定となっています。そしてお次のね序列第4位はメガライスカツカレーマン。あ、米が見えなくなるレベルでもうギッチギチにカツが詰め込まれておりまして、その景色は茶色一色、まあ、カロリーたっぷりのチャレンジメニューとなっておりまして、総重量は 3.9kg になります。まあ、カツがねこんだけ乗ってるんで、まあ、カレーの中ではね結構きつい部類だとは思うんですが、言うてねあのさっきのねもうガチムチ丼軍団とは違ってルーという明確な水分要素が入ってるんで、まだ食べやすいんじゃないかと思います。まあ、重量でも負けてるトリプル丼はもちろんのこと、まあ、下手したらねカツ丼以外の全ての丼物よりもね簡単なんじゃないかと思いますね。あ、音ゲーとかにたまにおる逆詐称チャレンジメニューですね。まあ、ちなみにねお値段はたった2300円。まあ、こんだけねカツ乗ってて、しかもね 4kg あるカレーとは思えない安さで、まあ、シェアでもね爆アドなんじゃないかと思います。さあそしてね、いよいよここからトップ3の紹介と行きたいところなんですが、まあ、言うてる前にね、そばも食べ終わっちゃいそうですね。あ、まあ尺がね足りなかったということで、まあ、残りの紹介はまた次回若松屋さんで挑戦した時に行いたいと思います。まあ、それではねラスト、まあ、しっかりとカレーに回収して、うん、ごちそうさま。ウィース。はい。まあ実はね、あのザルの下にね、とんでもないモンスターが潜んでました。巨大かき揚げ。まあ、L サイズピザぐらいのね、直径のある前代未聞のかき揚げでして、その重さは 1kg にも迫る超ヘビー系。まあ、こういうやばい揚げ物はね、余裕がある最初に食べるべきなんですが、まあ、これね、隠しギミックのせいで、もうこのね、そばでね、消耗した時に、ウィッこの時待ってたやでーって感じで来られるんでね、もうこれだけでももうきついですね。あ、ただ悔しいことにこのかき揚げ味はめちゃくちゃうまいです。冬打ちできておいて、あ、まあ、衣は香ばしくカリカリとしっとりのちょうどね中間ぐらいの食感になってたのがねもう個人的に最高でしたね。まあ、具材も数多くの野菜やキノコちゃんたちが入っておりまして、さまざまな食感や火が通った野菜の自然な甘みなどが感じられて本当にたまらなかったです。まあ、こんなねもう激うまかき揚げが食べても食べても減らないなんて、普通ならもう最高の状況のはずなんですけどね。あ、まあ、とりあえずね今一度気を引き締め直してこのね超巨大かき揚げの攻略に取り掛かりたいと思います。そしてなんかね延長戦というか、まあ、第2ラウンドが始まったんで、まあ、さっきの続きでね若松屋のメガ盛りシリーズトップ3も紹介していきたいと思います。さて、まあ、序列第3位なんですが、まあ、これがねトライバーイケル丼ですね。まあ、カツ丼と天丼のハーフ&ハーフで、まあ、具材がね先の丼軍団より豪華めなのが特徴。まあ、巨大なカツに30センチ級の特大エビ、アナゴ天にナス天にサツマイモ天にかき揚げに半熟味玉と、まあ、色とりどり全部茶色の具材が乗っておりまして、まあ、総重量は 4.3kg にも上ります。まあ、内容もモリモリながらね、まあ、制限時間も40分なんで間違いなくねここまで紹介した中では一番ねきついチャレンジメニューなんじゃないかと思います。何がねまあいけるなんですかね、まあ、どう考えてもまあ無理丼なんですけどまあお値段はね税込み4100円となっております。さあそしてね序列第2位なんですけど、これはね新若松屋スペシャルですね。まあ、親子丼、焼肉丼、天丼、カツ丼のクォーター丼ぶりになっておりまして、まあ、そこにね金のシャチホコのように巨大なエビフライが5本ぶっ刺さっております。まあ、これにねさらにカレーがついて総重量は驚異の 5.1
1.5kg ね、まあ、どんぶり軍団以降はねだいぶねこのインフレがね緩やかになってましたが、まあ、ここでね急に重量が上がってきましたね。あ、僕もね過去にしれっとこれ挑戦したことがありまして、まあ、やっぱねあの見た目通り味はめちゃくちゃうまいんですけど、もうほぼ全固形というのもあって難易度は重量以上にあった印象です。まあ、制限時間がね50分と比較的ねゆとりがあったのが救いですね。お値段は税込みで6000円となっております。さあ、そしてねいよいよ序列第1位の紹介ですね。桜カレーパーク、名前からも分かる通り女性大食いフードファイターもぐもぐさくらさん監修のスペシャルカレーです。まあ、ご飯でね構成された壁の内側にはルーが溜まっており、まあ、その見た目はテーマパークというよりもまるでボルケーノ。周辺には数えきれないほどの味玉が並べられており、火山の上には20匹近くのエビ天が等間隔で配置されております。その総重量は驚異の 6kg、まあ、これだけでもねもうまあきついんですが、なんとねこのチャレンジはさらにアルコール1リットルがセットでついてきます。まあ、お酒をね大量に飲むさくらさんコンセプトでつけられたんでしょうが、まあ、これも当然ね完食条件に含まれるため、まあ、総重量はねなんと 7kg にも至るんですね。あ、それに対して制限時間はわずか40分。まあ、カレーやビールといった液体が多いとはいえ、まあ、この重量に対して40分はねなかなかにハードですね。あ、ちなみにね料金は7777円なんですが、まあ、このチャレンジに限っては成功すれば無料になるそうです。まあ、酒入りチャレンジとかやったことないんでマジでねあの難易度未知数なんですが、まあ、普通にね炭酸入ってる点でねもうお腹ビッグバンする気がしますね。あ、以上若松屋メガ盛りシリーズ第4弾の紹介はこれにて終了です。めでたしめでたしと思っていたのか。まあ、実はねこのメガ盛りシリーズ裏シリーズがあります。まあ、その名もメガ盛りシリーズ裏、まあ、太鼓の達人の裏譜面みたいですね。あ、挑戦条件は序列第2位の新若松屋スペシャル完食、もしくはメガ盛りシリーズ10種類完食でもらえる名誉会員カードを持っていること。まあ、ちなみにねゲームのエンディング後に遊べる鬼畜ダンジョン的ポジションなんで、お察しの通り当然難易度も終わり散らかしております。てかもうこのね表の色からして終わってますよね。あ、まあ裏シリーズはね全部で5種類あるんで、ここから一つ一つ紹介していきたいと思います。まず一つ目がざわついている麺、まあ、そば、うどん、中華麺、そうめんの4種類の麺のクォーターとなっておりまして、まあ、中央には10枚以上重ねられたかき揚げタワー、そして周辺には角煮や半熟味玉が、まあ、隙間なく敷き詰められております。総重量は驚異の 6500g、 麺だけならまだギリ耐えてそうですけど、普通にねかき揚げ、角煮、味玉といった重ための具材もね大量に入っているのがきついですね。あ、また制限時間45分っていうのもこの量にしては結構短い印象です。お値段は税込みで6500円。ちなみにメガ盛りシリーズ裏は表面と異なり、成功したら無料になります。その分ね難易度はねバケモン級ですけどね。あ、挑戦者は今までで唯一マックス鈴木選手のみ。だいたいねこういうヤバいチャレンジの挑戦者で1人しかいないってなったらねもう90割ぐらいの確率でねマックスさんなんですよね。あ、もしねあの実物を見たい方は、まあ、概要欄にねあの挑戦動画のリンク貼っとくんで、よければぜひご覧ください。そしてねあの裏シリーズ2つ目はエビの反乱。まあ、こちらね現時点で挑戦者がいなかったんでデータはございません。まあ、とにかくね名前が物騒ですよね、エビの反乱って。あ、もう判明してるのはねこのいかつい名前と総重量が 6500g であること、そして制限時間が50分であることのみです。とはいえね、まあ、このお店でエビって言うとねおそらくエビ店のことを指すことはねまあ予想しやすいですよね。そして総重量がざわつく麺と同じにもかかわらず制限時間が5分多いことから、まあ、どんぶりものの可能性が高いことも推測できます。まあ、これだからねエビの反乱っていうのは、まあ、私の予想になりますが、まあ、とんでもない量のエビ天が乗ったねエビ天丼なんじゃないかと思ってますね。まあ、仮にそうだった場合はさすがに全固形なんで、まあ、ざわついた麺よりもねさらにワンランク上の難易度になりそうです。そしてね3つ目は豚の襲撃。まあ、実はねこれもね挑戦者が未だにいないのでデータがございません。いや、この裏シリーズね一応ね始まってからもう3年ぐらい経つはずなんですけど、もう不本すぎてね全然開拓が進んでないですね。
総重量や制限時間が先ほどのエビの反乱と同じことから、これはね焼肉丼の超巨大バージョンなんじゃないかと推測しています。ただ普通にでっかくなっただけだと面白みがないんで、まあ、豚肉がさっきのざわついた面でチラ見えしてた塊確認になってたり、まあ、それがねご飯の中に埋まってて、まあ、途中からこんにちはしてくるような義肉が仕込まれてそうで怖いね。まあ、そしてね裏シリーズ4つ目はどこまでもそば。これも安定のデータなしです。まあ、総重量は裏シリーズ初のお題 7kg ですね。まあ、名前からだとねおおよそ麺類であることしか想像がつかないんですけど、まあ、よく見るとねメニュー名の下に、まあ、小さい文字でトッピングは有料と書かれています。まあ、裏を返せばね追加料金なしだとトッピングがないとも推測できるんで、これガチでねあの 7kg 全部そばの可能性あるなって、まあ、私は無茶予想しております。まあ、なんかねどこまでもそばっていう名前とも一致してそうじゃないですか。もしそうだった場合はねこれはこれいきそうですね。うどんだったらもう裏シリーズ一番簡単クラスなんですけど、まあ、そばはね本当にね最初に触れたように飲み込みにくさが段違いですからね。ちなみにねもし何かの間違いで私やむちゃが特攻することになった場合はもう 1億%トッピングしないですね。流量だからとかではなくもうする暇がないです。てか一回行ってみたいですわ。もう味飽きるから味変したいけど有料やしやめとくわみたいな発言、もうそういう問題じゃないんですよこのチャレンジメニュー。まあ、実力のあるサイヤ人クラスが胃のスペースを全部そばに全ぶっぱしてようやくスタートラインに立てる代物。まあ、ちなみにね料金は7000円ですね。さあそしていよいよ裏シリーズラストの紹介、若松ランド裏面のラスボスですね。まあ、ここまでね名前が全部物騒だったのに、まあ、急にねあのテーマパークみたいな名前なのが逆に不気味さを増しています。ちなみにねメニュー名の下には小さい文字で悪夢のテーマパークと書かれています。もうホラーでしょこれ。まあ、当然ね挑戦者はなしです。さすがにねこのメニュー名から内容を予想するのはむずすぎるんですが、まあ、総重量 8kg、 制限時間60分の時点でもうどうせ6でもない内容であることは想像できます。若松や真の集大成ということで丼物麺類全部合体させたやつとか出てきそうですよね。まあ、さすがにね僕が挑戦者は負けイベントになっちゃうんで、誰か挑戦してくれることを祈っております。まあ、それこそマックスさんとかね川財布さんとかいけそうな気がしますね。以上世にも恐ろしい裏メニューメガ盛りシリーズ裏の紹介でした。さあそういったねようやくね巨大かき揚げ食べ終わりましたが、なんとさらにその下には 1kg 近くのうどんが埋まっておりました。やばすぎますこのチャレンジ。さすがアスリートバージョン、食のトライアスロンです。まあ、ちなみにねこちらはねあっちあっちのつゆをかけて食べてくださいとのこと。まあ、腰もありつつも気持ちのいい喉越しもあり、やはりこのうどんもうまいですね。てか食べやすいうどんでよかったこれが。もう中華麺とかそばリターンズとかだったらやばかったですね。まあ、ラストスパートというにはまだちとばかし量があるんですけど、まあ、最後ね完食目指して頑張っていきたいと思います。さあここまでの動画ではねメガ盛りシリーズばっかちょっと紹介してきたんですが、中にはメガ盛りシリーズの簡単なやつでもでかすぎると感じた方や一人で食べきりたいとか、まあ、シェアでも量が多いって感じた方もいらっしゃると思います。ご安心ください。まあ、デカ盛りの聖地若松屋様はそんな方のためにちょいメガシリーズなるものも用意してくださってます。まあ、こちらラインナップはねメガ盛りシリーズとほぼ同じなんですけど、だいたいね重量がね半分ぐらいになっております。例えばメガ盛りシリーズで一番簡単だったメガそばチョモランマン 1.9kg はメガチョモランマンそばジュニア 1.1kg になっております。まあこれでもまだね一般人に食えるかと言われたら、まあ、諸説あるところなんですけど、まあ、キング牛丼完食できるような方はね十分クリアが見込めるんで、まあ、だいぶねソロの完食が目指せる人も増えるんじゃないでしょうか。そしてねこのちょいメガシリーズの真骨頂はメガ盛りシリーズにあったシェアプラス500円のペナルティがないことですね。の割に例えばメガそばチョモランマンジュニアは1200円と、まあ、メガ盛りシリーズ同様ねグラムあたりの単価はかなり安めになってるんで、まあ、複数人でシェアすることでかなりお得に食べることができます。これはねお店側を公言してますね。またねメガ盛りシリーズとかだとさすがにね4人ぐらいいないとこうマルチプレイですら厳しかったんですけど、このちょいメガシリーズだったら、まあ、例えばね丼物だと軒並み 1.3 から 1.5
1.6kg、まあ、ちょいメガシリーズのボスである、まあ、トリプル丼でも 1.8kg なんで、まあ、2、3人いたらね感触が目指しやすいっていうのは嬉しいポイントです。まあ、ちょっとね非日常感のある大きめのサイズを楽しみつつ、まあ、お得に食べることができるんで、このちょいメガシリーズ一般の方には本当におすすめです。さあ言うてる間にねうどんも食べ終わりそうですね。まあ、ラストね残った汁の中の固形もしっかりと完食したら、うん、ごちそうさまでした。うーす。はい、なんとね若松屋さんが完食記念でピカ様のケーキくださいました。どうもありがとうございます。まあ、表面のねバナナクリームと中に入っているチョコクリームの相性が抜群ですね。いやほんとねもう塩気のあるものの後の甘いやつは最高ピカね。若松屋さんねほんとねそばもうどんも丼物も全部うまいですし、まあ、途中紹介したように、まあ、幅広いレンジのデカ盛りがありまして、まあ、シェアも可能でほんとね一般の方からガチ勢まで、まあ、皆がね楽しめるお店だと思うんで、よければぜひ行ってみてください。さっという間にねピカ様も食べ終わりそうですね。それではここまでご視聴ありがとうございました。またよければ次回もよろしくお願いいたします。さよなら。ねえ知ってる？最近話題のすごいサプリあるらしいのよ。なになに？ポコスリムって言うんだけど。ポコスリムって可愛い名前ね。可愛いでしょ。しかも今界隈で大注目されているターミナリアベレリカが配合されているの。誰よそれ。インドの伝統果実で糖と脂肪の吸収を抑える効果が認められているの。糖と脂肪の両対応できるのは魅力的ね。すごいところはまだあるわ。入っていると何かと嬉しい乳酸菌がなんとたった2粒で1億個入ってるのよ。億って桁がおかしいわよ。さらに他にもウコン、高麗人参など健康的な毎日をサポートする成分が全部で20種類以上も配合されているのよ。ちょっと効果盛りすぎじゃない？インフレすぎたソシャゲの限定キャラみたいになってるわよ。さすがに値段も高いんじゃないの。毎月届くテッコースならなんと初回980円、2回目以降も通常より 10% 安い3580円で手に入れることができるわ。サプリってまず使い勝手や効果知りたいから紹介980円は助かるわね。しかも今ならテイクコースの入会で限定のシノケンお箸がもらえるそうよ。あらお箸のプリントがキュートね。普段使いできる点も実用性高くていいわ。紹介980円だしとりあえず試してみようかしら。気になった方は概要欄に記載の URL から要チェックね。